はじめまして、ベタと申します。今日から集まれ動物の森をゆるーく実況していこうかなと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。ベタとしましては、動物の森のシリーズはゲームキューブ以来となってますね。最近のものはやっていないので、少しね、知識として足らないかもしれませんが、まあ皆さんと楽しんでいきたいので、ぜひぜひコメントなどでね、教えていただけると助かります。で、今回のシリーズは無人島をね、開発していって自分仕様の島にしていこうというゲームですので、まあ楽しんでね、まあ皆さんと交流しながら楽しんでいきたいと思ってます。はい、まず名前はベタ、そして誕生日は7月の8日です。まあ自分の誕生日入れておきますね。忘れたら困るんで入れておきます。はい、続きまして外見を決めるらしいです。まあ外見はまあ後である程度変えれるのかもしれないけども、大体のものを決めておきましょう。男の子でーす。はい、まあこんな感じでいいでしょう。こんな感じのキャラ、作ってみました。はい、続きまして、お住まいの場所は日本です。日本を選んでおきましょう。日本語うまくねえんだけどな。すごい日本語下手ってよく言われます。はい、で、北半球の島でいいかな。うん、南半球にしてしまうと、まあ、秋になってしまうんで、ちょっと季節が逆転してしまうんですよね。なので北半球にしておきましょう。で、続きまして島の地形かな。島の地形を決めていく。で、地図が、4つあるんね。うん。じゃあ、左上にしよっか。なんか、離れ小島が良さそうな感じがする。まあ、すべて川とかがあるんで、まあ、行けない場所はあるんですけど、まあ、とりあえずこれでいいかな。皆さんはね、どの島にしますか？まあ、多分、初めこの4つから選ぶことになると思うんで、まあ、選んだ島とかコメントで書いてくれると嬉しいです。はい。で、自分が持っていくものとしては、この中では暇つぶしかな。まあ、食料とかはね、まあ、食べればなくなってしまうんで、まあ、自給自足を楽しむためにも、まあ、暇つぶし程度、そういうものを持っていっていいのかなと思います。さあ、ここから、もう出発するのかな？はい。飛行機で、島の上部まで飛んでまいりました。はい。で、今回は、どのような動物と自分は過ごすのかな？はじめは2匹と聞いております。さあ、どんな2匹がやってくるのかな？何の動物かな？ネズミとサイかな？この2人と自分は、まずは島を開拓していこうかなと思います。まあ、日々ね、住民は増えていくらしいので、まあ、楽しんでやっていきましょう。まあ、皆さんもね、よかったら ベタの島に遊びに来てください。お、豆吉さん、お久しぶりです。10年ぶりぐらいかな。サイのおサイさんとネズミのピーさん。はい。あとは人間のベタさんが住んでるということで。タヌキ3匹とサイとネズミと人間の暮らしが始まっていきます。どうもどうも皆さん。タヌキさんね、お久しぶりですね。で、まずは家を建てるのかな？寝る場所の確保。そうだね。あ、テントなんだ。まずはテントで過ごすのかな。まあ、これからもテントで過ごすのかな。どんどんでかくなっていくと思うんでね。まあ、その辺は、まあ、どうせまた借金返せって言われて、それを返していくと、まあ、どんどんでかくなっていくのかな。さあ、まずは、住むところ。で、自分的に海辺に住みたいので、海辺の方にテント建てたいな。うん。地図ももらっておきましょう。はいはい。行ってきます。まあ、ここかな。ここが一番いいや。近いしね。たぬきちの店とかからも近いから、ここにしておきましょう。OK。で、戻りますね。たぬきさん、テント張ってきたよ。二人で手伝いしてこいと。了解しました。おさいさん、どこすんの？
いいんじゃないこの辺で。良さそうだよ。良さそう良さそう。こうにしよう。ほい。おさいさんは女の子なのかな。女の子だろうな。多分な。おさいっていうぐらいだからね。はい、ここにしておきましょう。おさいさん。パネーおさいさんの口で癖はパネーなのかな。はい、ピンさんのとこにも行きましょう。はい、ピンさん見っけ。あれ顔色大丈夫か。コロナじゃねえよな。まあそれを置いといて、まあテントですね。テントはとりあえずこの辺でもいいんじゃない。うん、海上も近いしいい感じだと思うよ。おさいさんとはちょっと遠いけどね。はい、良さそうだね。あ、でも別パターンも見たいからこれ一回拒否るのもありかな。で、テントはこんな感じなのか。うん、オレンジのテント。まあ、ちょっと変えてみる。ちょっと変えてみよう。で、別のとこにしよう。別のとこ、別のとこ探してあげるよ。そう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 、いいやつ、いいやつなのか偽善者なのか、どっちか。命を預けたってさすがに出会ってすぐじゃない。てか場所お前めんどくさいだけだろ。テント建てればめんどくさいだけだろ。まあこの辺にしといてあげるか。砂浜はできんの。砂浮でもできんの。あ、できないのか。それはちょっとできない。じゃあこの辺の広場にしとこう。海辺にしといてあげる。はい、これでいこう。まあここら辺ちょっと広いしね。まあこれでよかろうか。うん、オレンジのテントここにしときまーす。ピンさんのテントの場所を決めた。何喜んでる。自分はパシられてるだけだぞ。大丈夫か。はい、ただいま、たぬきち。いいとこ見つかったよ。あ、これテント変えれそうだね。テントの場所変えれそうなんで、また変えていこうかなと思います。で、こっから親睦会やるのかな。はい。で、現地調達。うん。なんか拾ってくるのか。おさいさん、ピンさん、まみきち、つむきち。待て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 、ベタさんはどこだ。おいおいおい、一人はみられてるぞ。はいはい、集めてくりゃいいんだな。花吉、何集めてきたらいい。枝か、枝。キャンプファイヤーだから10本でいいの。100本200本いるだろう。はい、拾っていく。そして桃らしき実、うん、果物はまあ多分島によって違うと思うので、自分は桃っぽいですね。はい、まあ他のものを持ってる方いましたら交換してくれると助かりますね。はい、では集めてまいります。はい、集めてきましたね。はい、ただ口 OK ですよ。木の枝集めてきた。うん、多めにちょっと集めてきた。おお、そうなんだ、10本だけでいいんだ。はい、10本預けときまーす。はいはい、食べ物、うん、まあ桃だわな。6個分もう持ってる、もう持ってる持ってる。はい、キャンプファイヤーのお時間です。で、点火完了。で、ここで名前をつけるんで、島の名前をつけるんですけども、まあ、これはね、まあ以前から自分は島の名前は決めてました。まあ自分の好きな食べ物の一つであるししとう、まあししとうにしようかなと思ってます。まあ緑のちょっと辛いやつですね。はい、みんなで一斉に言って多数決って言ってたけど、ワイルドボリボリ、粒豆ポンポコ、うん、選ばれるわけねえじゃん。で、拍手。異色のネーミングセンス。獅子とってやっぱダメか。獅子。ああ、全員さん、賛成してくれてるじゃん。なんか、デッキレースみたいな感じですね。はい、OK でーす。
よろしくお願いします。ちなみにブタさん、シシシマシシシマシシトウですね。シシトウ、市島民代表マジで。よろしくお願いします。何か一言任せてちょうだい。乾杯。え、どこに隠してた？あー、桃ジュース、桃ジュースね。はいはいはい、乾杯。とりあえず、何すればいいの？あ、テント行ってもう寝るってことね。了解。なんだ、ベッド触れたの？キャンプ用のベッドね、オッケーオッケー。いいやつじゃん。あー、やっぱり初めだから狭いね。で、これが言ってた段ボール、ラジカセと、あ、照明ね。で、ここにキャンプベッドでも置こうかな。はい。で、寝そべったら寝れるのか。お、寝ちゃう寝ちゃう、寝ましょう。はいはい。あー、起きてるよ、起きてる、起きてる。起きてるよ。おはよう、たぬきち。てか、夜だ。丸一日寝てたって、すごいな。そんなに寝てた？大事なもの、大事なものとは、これを。お、スマホじゃん。スマホ、スマホ。あ、名前もスマホなんだ。へー。おー、本格的だな、スマホ。カメラとかかな？うん。はいはい、閉まります。うん、自分はスマホを持ってます。2台持ち、まあゲームとリアルってことね。まあリアルでは3台持ちなんで4台持ちってことですね。で、請求書もしかして。うわ、請求書だ、出た、たぬきち。49,800ベル。払えません。体で払っていいですか？うん、何もできないよ。今回は現金じゃないんだね。ベルで払うんじゃなくて、マイルで払うんだ。たぬきちマイレージって何？なんかあの。飛行機乗るだけで。じゃあ、友達のとこに行けば行くほどマイルが貯まるのか。それよくない？しかも無料できるんじゃない？飛行機代かかるのかな？ 5000 マイル。いいね。あ、現金では払えないのかな、これ。うん。たぬきマイレージで見れるのか。ほいほい、了解。ごひいきに、よろしくお願いします。何喜んでんだろう、請求書来たのに。まあ自由だけどさ。はいはい、同じ時間。まあ自分の動画撮ってる時間がバレるってことね。うん。まあ、リリース当初の0時にやってるんで。はい。で、これで、スマホの開き方。お、雑草拾い、拾った。おー、ベル、0ベルね。とりあえずお金1文なしってことか。悲しいな。で、スマホがこう開いて、たぬきマイレージね、さっき言ってたもの。うん。マイルをプレゼントしてくれるね。了解。はい、次へ。うん、オッケー。で、マイルゲット、ありがとう。特典を付与する、うん。もらいます。
あ、いきなり500マイルもらってる。ってことはあと4500マイルか。あ、全然楽じゃない？余裕そうだ。で、いろんなものがあるんで、目指せ釣り名人。まあ、釣りをしていくとマイルが貯まる。で、すべては基本は挨拶から。そうなんだ。あとは昆虫ハンター。はあ、こういうのをやっていくとマイルが溜まっていって、まあ、島の生活をしていくとマイルが溜まっていくって形ね。で、エンジョイガーデニング。まあ、球根を植えて、じゃんじゃん育てようと。了解。フルーツ狩りを楽しもう。自分は桃ってことね。まあ、それ以外のものをもらっていこうかな。うん。梨とかリンゴとかはまたあるのかな？みかんとかね。まあ、それの方が高く売れますよって感じですね、多分。はいはいはい。こだわりのインテリアで充実ライフ。こういうのもあるんだ。インテリアもう3つ置いてるから、あと2つでいいね。はい、思い出を写真に残そう。へぇー。いろんなシステムがあるんだね。まあ、それでを使ってマイルを貯めろっていう形ですね。うん。まずは、この生活、借金を返済するところから始まりますので、まあ、借金を返済して、まあ、それでテントがどんどんでかくなっていくのかな。そして、置けるものがどんどん多くなっていくっていう形なのかな。はい。まあ、これからもね、うん。どん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 、毎日毎日、動物の森をやって楽しんでいこうかなと思ってますので、皆さん、ぜひぜひ、またこれからも見てください。はい。本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。